皆さんこんにちは。今回は、韓国コスメの新作をまた購入いたしましたので、そちらをご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。今回はほとんどね9点で購入したものになりますけど、一部だけビューティーコリアさんからご用意いただいたものもありますので、詳しくは概要欄で見ていただければなと思います。ではまず一つ目なんですけれども、こちらですね。先日インスタにも写真をアップしておりました、エチュードハウスのルックアットマイアイズの中から、メイプルロードという新しい秋の新作シリーズが登場いたしまして、すごくね見た目も可愛いし色味もいい感じだったので、今回7色集めてみました。で本当はねもう1色一番欲しいカラーがあったんですけれども、それが9点でもちょっと売り切れていたりとか、ビューティーコリアさんでも今ちょっとメーカー欠品していますということで、ちょっとご用意が、後になってしまうということだったので、今回はねこちらの7色、見ていこうと思います。でこちらのメイプルロードのシリーズなんですけど、まずパッケージがねすっごく可愛いですね。まあ、いつもと同じルックアットマイアイズのこの丸いケースなんですけど、モミジとかねイチョウの葉っぱとかどんぐりとか、プリントが入っています。種類はねこの3種類ですね。で今回は、マットタイプのカフェというシリーズでは3色ですかね、この3つです。あとの4つは、ジュエルタイプ、まあ、グリッターとか、シマーな感じですね。それぞれねこうラメ感とかちょっと色によって違うんですけど、まあ、ジュエルタイプを4色選んでいます。では早速色味なんですけれども、まずこちらの BR の424番ですね。こんな感じの優しいねオレンジベージュカラーになっています。片押しはいつもと同じハート柄ですね。で塗ってみるとこんな感じです。くすんだオレンジカラーですけど、結構色味はねはっきりしていますね。すごく本当に秋っていう感じの色です。そして2色目はこちらの RD308 番です。先ほどよりもちょっと赤みが強めのオレンジカラーですね。で塗ってみると、はい、こんな感じです。めちゃくちゃ発色いいですね。粉もこうちょっと柔らかい感じが感触としてあります。一塗りでこれぐらいしっかり色が出ます。先ほどよりもちょっとこう赤みというかオレンジ味がかなり強い感じの色ですね。そしてこのマットタイプの最後が BR の425番です。はい、こんな感じです。これもブラウンカラーなんですけど、赤茶っぽい感じ、少し赤みが入った色味もすっごく使いやすそうで、この3色ともすごく綺麗ですね。ではここからは、ジュエルタイプですね、キラキラの方行きたいと思います。まず1色目はこちらの BE の119番です。こちらはね少しシマーな感じの粉質に見えますけれども、塗ってみると、はい、こんな感じです。すごく細かいラメ、パールに近い感じのラメが入っています。とってもね優しいこうベージュカラーで、あんまりこう白っぽい発色じゃなくって、少しこう温度感のあるオレンジ寄りの発色になっていますので、このカラー嫌いな人いないんじゃないかなっていうぐらいすごく綺麗です。入っているラメはオーロラカラーというかホログラムっぽい感じですね。いろんなカラーに光って見えます。そして次のカラーは PK020 番。これは多分私が好きな感じのカラーとグリッター感かなと思って買っていますが、はい、塗ってみるとこんな感じです。先ほどの色味よりはやはりピンクの発色が入ってくるので、こうラメとかグリッターもピンク系のものが加わった感じですね。これもすっごく光り方がめちゃくちゃ上品で綺麗ですね。そして3色目こちらの RD310 番です。こちらはかなりこうグリッターというよりも本当にシマーな感じ、あんまりこうゴロゴロしたラメが入っていない形ですね。はい、こんな感じです。この光に当たるとちょっと赤っぽい感じのこう光沢が出て、
パッと見はね、普通のこうブロンズオレンジっていう感じの色味ですね。そして最後はこちらの OR208 番です。 OR、まあオレンジという色の部類になりますけれども、見た感じはかなりこうザクザクのグリッター系の色ですが、塗ってみると、はい、こんな感じです。あ、確かにちゃんとオレンジっていう感じですね。こちらはあのラメ感の方がしっかり出る感じですね。あのもちろんこのねオレンジっぽいこの色味もつくんですけど、中に入っているラメが濃いめのオレンジとかちょっと赤っぽい感じのラメですね。それとルックアットマイアイズのシリーズってあまり私買ったことがなくって、今回で多分2回目ぐらいだと思うんですけど、なんか前回の夏の時に出たあのピグレットシリーズよりはあの粉質は今回の方が断然いいですね。つきもいいですし、発色もあの全然違います。今回の方がすごくあのよくできているなと思いました。そして今回もう一つですね、これ結構前に届いていてなかなか動画でご紹介できなかったんですけど、それがこちらのトニーモリの新しい、まあ、シリーズのレッドオブザデイという、この赤がメインになったこういうコスメの、ね、シリーズが登場いたしまして、まあ、秋っぽいなっていう感じがあったので、まあ、飛びついたんですけれども、今回このアイシャドウパレットと、あとリキッドのグリッターと、でこのリップスティックですね。でこれがですね、実は私ティントを頼んでいたんですけど、なんか間違ってリップスティックが送られてきてしまい、でそのティントの方をね、なんか送りましたっていう、送り直しましたっていう連絡が来て、もう1週間以上経つんですけど、それ待ちで動画にできなかったんですけど、今の時点でもね、なんか届く素振りがちょっとないか、もっと遅くなるんじゃないかなっていうところで、もう先に動画アップのね、予定の関係もあるので、もうこの時点でもご紹介しようと思います。で、今回一番まあ紹介したいのがアイメイクなので、このまず、アイシャドウパレットですね、パーフェクトアイズという、もともとこのムードアイパレットっていう、この、見ていただいた方が早いかな。こんな感じの、この給食入りのパレットですね。トニーモリーはこれまでね、このムードアイパレットシリーズ何色も出しているんですけど、今回この、レッドオブザデイというね、赤みブラウン系のパレットが出ましたので、買ってみました。色味はね、こんな感じです。マット、シマー、グリッター、まあ、そんな感じでね、色味が入っています。発色はね、この後まとめてご紹介していこうと思います。それとこちらが、スパークルアイグリッターというね、リキッドグリッターです。今回4色出ましたが、私はね、このホログラム風の感じのものと、あとこのシルバーとこのレッドのカラーが印象的なこの2色を選びました。あとの2色は、ベージュ系ですかね。そんな感じの2色が出ていました。はい。で、アイシャドウの方をね、9色塗ってみました。こんな感じです。まあ予想通りって言ったら予想通りなんですけど、まあこんな感じの、ブラウン系、オレンジ、レッド系のカラーになっています。で、まあマットの色の付きもまあまあいいですし、まあ、このアイシャドウね、値段の割にはすごくいいシリーズなので、まあ発色もどれもすごく綺麗ですね。私の中では結構珍しいなと思ったのが、この一番下のこの真ん中の、こちらのカラーなんですけど、ちょっとくすんだ、レンガっぽい赤みのある感じのカラーで、すごく絶妙な発色ですね。この9色の色展開、まあ見た目通りもちろん使いやすそうですし、まあ秋のメイクにぴったりじゃないかなと思います。それとこちらの、グリッターのカラーですね。これもちょっと見ていこうと思います。こちらがまあ1番のカラーなんですけど、アプリケーターを出してみると、シリコンっぽいのかな？あ、そうですね。よくグロスとかにたまにありますけれども、この平べったいシリコンの形ですね。これ使いやすくていいですね。しかもめちゃくちゃ綺麗です。かなり大粒のグリッターが入っていて、で、細かいね、ホログラムとかも、混ざっていますので、かなり存在感しっかりありますね。で、広い範囲にベタ塗りもできるし、こう、縦に
ちょんちょんとこう塗れば細かいね目の下のところとかにも使いやすいんじゃないかなと思います。今までホログラム系のグリッターいくつも持っていますけど、一番粒が大きいというか輝きの強さは、ナンバーワンかなっていうぐらいすごく発色が強いですね。輝きが強いですね。でもう一色のねこちらの赤い4番のカラーなんですけど、これもまたちょっと先ほどと違った感じですね。はい、こんな感じです。こちらはベースの、パールのカラーが、赤茶っていうんですかねになっていて、ベタ塗りするとこれぐらい発色が強いんですけど、まあ、これも少し、ね、伸ばして使っていくといいんじゃないかなと思います。はい、色味を広げるとこんな感じです。中にねシルバーとかグリーンとか、まあ、これもホログラムグリッターのかなり細かいのが、入っていますね。でリキッドの乾きも結構早い感じです。ただ感触としては結構ザラザラした感じがありますので、乾いた後こすったらラメはちょっと映ってしまう感じが若干あるかなと思います。先ほどのねこのキラキラのホログラムグリッターも色をこう伸ばすとこんな感じになります。まあ、このリキッドのグリッターもね、先ほどのこのアイメイクのね、上からこう重ねて使ったりしてもいいんじゃないかなと思います。で、今回間違ってね、送られてきたこのリップスティックなんですけど、まあ、万が一返してほしいって言われてもいけないので、ちょっと素落ちというか使うのはやめておこうかなと今のところ思っています。はい。ということで今回は、韓国コスメの秋の新作をご紹介いたしました。普段は、まあ、ピンクとかね、パープルとか、まあ、そういう色味をね、中心に私使うのが、まあ、好きなんですけど、まあ、秋になると、やっぱりこういう赤っぽい感じ、ブラウンとか、まあ、そういう色味をね、やっぱり使いたくなるので、まあ、こういうコスメがね、たくさん出てきてくれて嬉しいですね。気になった方は、ぜひチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。